また夜間でも一生懸命になってですね、紙芝居を制作にあたっていただきました。本当に感謝しております。この紙芝居の通り、私は二度とですね、恐ろしい原爆を世界中の人に味わわせたくない、そう思っております。まだまだ本当に大変な時期ではございますけれども、僕たちは本当に、世界で初めての体験をしたわけです。この体験をですね、二度とさせてはいけない、そう思います。これからはですね、みんなに、お子さんたちに、僕も今語り部としてですね、小学校、中学校と、またその他のところで語り継いではいるんですが、まだまだ戦争の恐ろしさ、戦争の悲しさ、命の尊さを本当に知っていただけるところまで行ってます。僕たちはもうあといくらでもない時間です。今日も私どもの茨城県の被爆者団体の協会会長、私より4歳も年上ですけども、今日は病弱を押してですね、来てくれました。本当に当時をですね、語れば語るほど私たちは後世に伝えていかなければいけない、そう思っております。今あっちこっちでくすぶっている戦争の匂いが消えるように、断ち切れるようにですね、私たちは今からもこれからもですね、皆さんの耳にですね、叩き込んで戦争の怖さ、恐ろしさを伝えていき、そう思っております。今日は本当に、お忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。これからその後、高橋さんの紙芝居の用事もありますので、どうぞゆっくり、ご鑑賞願いたいと思います。どうもありがとうございました。